ボンジュー、皆様こんにちは。ブラマニのガクです。今日もまたまた耳で聞いていただくラジオのような動画、ブラマニの耳、略してブラミミ、お送りさせていただきたいと思います。早いものでね、もう2月も終わり、もうすぐ3月ですね。パリもだいぶ暖かくなってきたので、日本のね皆様もきっともうすっかりね冬が過ぎ去ろうとして、もう春になってるんじゃないでしょうかね、日本もね。そんな中ですね、僕は先週末ちょっとドイツに旅行に行ってきまして、その旅行に行ってる間にですね、ありがたいことに僕のねブラマニ YouTube チャンネルのチャンネル登録者様の数がですね4000人達成することができたのでね、今回こちらのブラミミね、その話題お話しさせていただこうと思います。まだまだねブラミミ始めてから数ヶ月、だいぶね慣れてきたことも慣れてきたんですけどね、やっぱりねどのくらいおしゃべりできるかちょっと自分でも不安なんですけどね。このブラミミはですね、若干ちょっと長くね、動画とは違って長くご視聴していただけるようにね頑張って喋っていきたいと思いますのでね、どうか通勤通学ね、電車の中ですとかね、バスの中、もしくはね歩きながらですとかね、あとは主婦の方とかね、掃除洗濯の合間にね、ながら聞きっていうんでしょうかね、掃除しながら洗濯しながらね、このブラ耳聞いていただけたらなと思っておりますのでね。はい、それでは早速ね、ラジオのような動画、ブラマニの耳、始めさせていただきたいと思います。このブラ耳はブラマニ YouTube チャンネルの提供でお送りいたしております。そう、僕のねインスタグラムですとかね、ツイッターをねフォローしてくださっている皆様だったらねご存知かとは思うんですけど、この週末ですね、僕ドイツに旅行に行ってきたんですね。金曜日、土曜日、日曜日と週末を利用してね、パリからだいたいパリの新幹線でですね、パリの新幹線で約2時間半ぐらいのところにあるドイツの町ムンヘルム、ムンハイムっていうのかな、日本語でなんていうかちょっといまいちよくわからないんですけど、ドイツの温泉でね有名な町なんですけどね、そちらに行ってですね、ハマムとかサウナとかね、あと何ていうんですかね、温水プールみたいなところでドイツ人に混ざってね、ゆっくり療養という感じじゃないんですけどね、ちょっとリラクゼーションしてね、すっかり疲れをね取らせていただいて、ドイツでね美味しいソーセージですとかね、お肉ですね、あとちょっとキャベツのね酸っぱい、なんていうんですかね、サワーキャベツみたいな感じのね、そういった料理とかね、あとはドイツケーキとかお菓子も美味しいのでね、本当にドイツ満喫させていただいていたんですけどね。そんな折にですね、ブラマニ YouTube チャンネル、こちらのね YouTube チャンネルのチャンネル登録者様の数が4000人達成することができました。本当にねありがとうございます。旅行に行く前にね、もしかしたらでもこの週末はね結構50人近くね3000人まで50人以上の差があったので、この週末では無理だろうなと思っていたので、ちょっとね気楽に考えて、多分月曜日か火曜日ぐらいに4000人行くんではないかなと予想してたらですね、あれよあれよとクレアさんの動画を出したおかげで、クレアさん効果だと思うんですけどね、日曜日だけでですね、チャンネル登録者様の数が40人以上登録していただけてですね、そのおかげで日曜日のね、大体お昼頃ですね、フランスでは、日本だと日曜日の夜だったと思うんですけどね、それぐらいの時にですね、チャンネル登録者様の数が4000人突破することができて、本当にね僕も初め気づかなかったんですけど、実はなんで気づいたかというと、インスタグラムの方にですね、今回このねブラミミのイラストにも使わせていただいてるんですけどね、スイカちゃんがですね例のごとく毎回ねイラスト描いてくださってね、1000人の時、2000の時、3000人の時で、今回ね4000人のイラストもねわざわざ描いてくださって、ブラマニ YouTube チャンネルコングラッシュレーション4000人ユーザーということでね、こんなにね可愛いイラストをねすぐ送ってくださって、それを見て、あ、チャンネル登録者数の数4000人突破したんだということでね、気づかせていただいてね、すごく嬉しい悲鳴を上げさせていただきました。すでにねこのねスイカちゃんからねイラストをいただいた時点でもめちゃめちゃ嬉しかったんですけど、なおかつ4000人ということでね、本当にね長かったような短かったような、どうなんでしょうかね、確か3000人は12月のね終わりぐらいに3000人
達成させていただいてたような気がするんですけどね。なので約2ヶ月でね、1000人達成させていただいてね、本当にねありがたいなと思いますね。ブラマリ YouTube チャンネルね始めた頃ね、0人の頃からね1000人まですごく長かったような気がするんですね。だいたい半年ぐらいかかったような気がするんですけど、それからですね、1000人から2000人、2000人から3000人とね、約3ヶ月ぐらいでしょうかね。1000人だったのが5月の末ぐらいに1000人だったので、その後ね3000人が12月の末ということで、やっぱりだいたい6ヶ月ぐらいでね2000人ということは、約だいたい3ヶ月で1000人ぐらいの、ね、方が登録者の数でね増えていったので、ね、それで3000人から4000人までは2ヶ月でね突破することができたので、多分登録者様の数がね増えれば増えるほどね、多分登録していただける方の数も増えるのかもしれないですね、比例してね。本当にありがたいことですね。なのでね、あとね5000人までもうちょっとなのでね、頑張ってね3月は頑張って動画を上げさせていただいてね、この調子でいけば多分2ヶ月後にはね多分5000人までまた到達させていただくことができると思うのでね、順調にどん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 ブラマニ YouTube チャンネルのね学闇の皆さんが増えてくださってるので、僕もねチャンネルの配信者としてねすごく嬉しい気持ちいっぱいでね、逆にこのようにね皆様が応援してくださるおかげでね、このブラマニ学がここにね皆様の前でこうやって喋らせていただいたり、動画の前でねバカなことやらせていただいてるわけではあるんですけどね、本当にありがたいなという気持ちでいつもいっぱいですね。でできればですね今年中にね夢の1万人ね、大台1万人ね突破できたらいいなと思うんですけどね、2ヶ月後にだいたい5000人なのでどうでしょうかね、ねどんな感じなんでしょうかね。5000人超えたらまた超えたでね登録者様の数がどん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 増えていくのか、それともねそんなに増えないのかは、やっぱり僕の頑張りとねチャンネルの方向性によるんでしょうけどね。ブラマニ YouTube チャンネルということでブライスを主にねやらせていただいているんですけど、やっぱりブライスのねチャンネルの方ね、 YouTube でブライスだけのチャンネルやられてる方何人かねいらっしゃるんですけど、で皆様を見ても大体多くてね1万人ちょっと、大体5、6000人の登録者の方が多かったりね、まあ有名なね本当にトップの YouTuber さんなんかね30万40万とかいらっしゃるような本当に大手っていうんですかね、そういった方々はねブライスだけやってるわけではなく、ちょっとエンターテインメント系でねいろんなことにトライしてるので、ブライスだけで例えるとねそんなに例えば登録者の数がね伸びないのかななんてちょっと思ったりもしてるんですけどね、まあそれはそれでしょうがないことなのでね、こういったね裾野がなんていうかね分野、まあ、本当にニッチっていうんでしょうかね、ブライスお人形の中でもですねブライスというねニッチな分野を攻めているこのブラマリ YouTube チャンネルなのでね、その辺はしょうがないとは思うんですけどね、これからもできればね他のお人形リカちゃんとかバービーですとかねルルコモモコも紹介しつつね、全くもうあまりそんなに関係性のないすみっこ暮らしとかねリラックマ行ったりサンリオ行ったりね、あとはリーメントさんとかねちょっとしたねおもちゃを紹介させていただいたりしながらね、ブラマニ YouTube チャンネルこれからねどういった方向性になるのかはいまいち自分でもよく分かってないんですけどね、できるだけ自分の大好きなね可愛いおもちゃとかね雑貨なんかは紹介しつつ、ブライスメインでねこれからも頑張らせて いただこうと思ってますのでね、これからも変わらぬ応援の方どうかよろしくお願いいたします。はい、で今回ですねこのブラミミのサムネイルでも使わせていただいているスイカちゃんのねイラスト、皆さん見ていただけましたでしょうかね。本当にね今回も可愛くてね
今回の題材はね、年末に行わせていただいたミス・ブライスがね題材となってて、ミス・ブライスに選ばさせていただいた他社姫ね、他社さんね、マーメイド他社さんとかシーキング・アペレスさんとかね、あとはユニコーン・メーデーさんとかね、本当にランキングの上位の子たちがねイラストになってて、なおかつね天使になった僕がねペロローンとこのね飛んでるイラストで、本当にね花を背中に背負ってね可愛らしいイラストでね、こういったイラスト僕もね絵を描くのは好きでね、たまにイラストとか自分で描いたりもするんですけどね、やっぱりねこうスイカちゃんのねこういったイラストを見ると、女の子が描くイラストはねやっぱり可愛らしいな、ね、男の描く僕が描くイラストはやっぱりちょっと違いますよね、色使いとかねペンタッチとかもね、なのですごく嬉しく思いますね。で実はほら僕ウームネットワークに所属しているので、ある程度のですねチャンネル登録者さんの数がいると、ウームネットワークを通してですね、なんかいろんなねマグカップとかなんかこうショッピングバッグとかを作っていただくことができるんですよ。でその絵柄にね、いつかねスイカちゃんの絵柄を使わせていただけたらななんてちょっと思ってるのでね、もうちょっと登録者様の数が増えてね、なんかグッズをね、作らせていただけるようになったらね、ぜひスイカちゃんにね頼んで可愛いイラスト描いていただこうかなと思ってますのでね、多分ね1万人ぐらい登録者さんがいったらなんかねそういった企画やってみようかななんてちょっと思ってるんですけどね、皆様いかがでしょうかね。まあね僕のね顔の入ったマグカップなんていうものだったらちょっと怖いじゃないですか。でもねこういった感じでスイカちゃんのねこういった可愛らしいねイラストだったら多分ね素敵なねマグカップとかできたりね、ショッピングバッグですねとかできると思うのでね、いつか作ってみたいと思いますのでね、はい、どんなイラストがいいとかね、なんかもしリクエストか何かがあったらぜひともねコメント欄に書いてくださったら参考にさせていただきますので、ね、例えばこんな商品があったらいいなとかね、こういったイラストがいいなっていう、ぜひともご意見ご感想お聞かせいただけたら幸いです。でもですね本当にね4000人すごく嬉しいですね。4000人ってやっぱりちょっと重みがありますよね。まあもちろん1000人の時、2000人の時、3000人の時もね、すごく嬉しかったんですけどね、4000人って聞くとね、なんかずしっとこう、なんか来るものが、心に来るものがあってですね、ああなんかこう、ついに4000人まで来たかっていう感じなんですけどね、まあまだまだね、YouTuber のね、底辺 YouTuber と呼べる、なんですかね、ラインがやっぱり、1万人だと思うんですね。でもですねその1万人やっぱりね先は長いじゃないですか。でも実際にですね一般的な YouTuber ですね、 Google の YouTube さんからすると本当にね何て言うんですかね、底辺を抜け出す YouTuber の数、登録者さんの数は3万人からなんですよ。3万人を超えた時点で全てのですね YouTube のYouTuber が使えるなんていうんですか、いろんな機能をですね全て外すことができるんですよ。その3万人までいかないといろんなねまだね機能が使い切れないんですね、初心者の YouTuber には。なのでね本当に3万人まで超えればいろんなねなんていうんですかね制約を受けない、本当に全てのね YouTube 全部の機能が使えるようになるのでね、3万人目指してね頑張らせていただけたらななんてちょっと思ってるんですけどね。でなおかつねやっぱりね今年中にね1万人いけたらいいなってね、まあ、ちょっと難しいかとは思うんですけどね、でもね口に出すことによってねやっぱり現実味が帯びたりね、僕自身頑張れたりするのでね、あえて口に出させてね今回は言わせていただこうと思うんですけど、2ヶ月以内にね5000人プラス頑張ってですね年末までにですねブラマニ YouTube チャンネルね2年目迎えるぐらいにね1万人の登録者様の数ね達成できるようにね、ちょっとここにね皆様の前にねリスナーの皆様、学編みの皆様の前でねちょっと抱負目標というんでしょうかね、語らせていただこうと思いますね。1万人ねちょっとねね、ちょっと今言ってる時点でもうねすでに弱腰になってるんですけどね、これからどん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 ね可愛いブライスさんとかね、ルルコドール、モモコドール、リカちゃん、バービー、すみっこ暮らしのグッズとかどんどん出ると思うのでね、これからも僕の好きなものをお迎えしつつね、こちらの YouTube チャンネルで紹介させていただいてね、皆様が少しでもね楽しんでいただけるようなちょっと暇つぶしにね見ていただけるような動画をね作っていけたらなと思っておりますのでね、
はい、そう思ってますね。3月はですね、比較的僕もねバカンスが結構まだ残っててですね、休みを取らせていただいているのでね、その3月ね頑張って動画上げさせていただこうと思ってますのでね、今日もね実はお休みだったので朝からね動画朝からちょっとね週末家にいなかったのでね、クレアリークレアさんと朝からちょっと遊んでてですね、髪の毛シャンプーしてあげたりですね遊びつつ動画ね撮って、動画ね今日ね2本撮ったんですけど、ブライスさんの動画じゃないんですけどね、ちょっといろんな動画ちょっと撮らせていただいて、夜ねちょっと出かけて今帰ってきてこのねブラミミ撮らさせていただいてるんですけどね、なので結構ね動画のアイデアはねいっぱいあるんですけどね、やっぱり仕事から帰ってくるとねどうしてもね疲れてきちゃって、気力もね体力もなくなってね、会社勤めの後家に帰ってきてからはご飯食べたらね寝てしまうね生活パターンが最近できてしまってね、ちょっと怠け気味なのでね、今春になってだいぶね気温も良くなったので動画制作に集中できるような環境になりつつあるのでね、またね夏ぐらいまでどんどん日も伸びますしね、外の、ね、太陽も出ててね、夜中の夜のね9時とか10時まで明るいのでね、それを利用してねなんか皆様が見てくださるような動画作らせていただこうと思ってますのでね、でも今ちょっとね鼻声だと思うんですね。今ね花粉症が始まってしまって、僕もちょっとね花粉症で、日本にいるよりはねそんなにひどい花粉症にはならないんですけど、やっぱり花粉の時期なのでね、ちょっと鼻が詰まってお聞き苦しいかと思うんですけどね、頑張って喋らせていただいております。それにもう一つですね、たくさんのね学アミの皆様、視聴者さんの皆様からねコメント欄にたくさんのねコメントをいただくんですけどね、最近ちょっとお返事なかなかできてなくてね、本当に申し訳なく思っております。皆様のね貴重なコメント、ありがたいコメント、励ましのコメントね、一字一句大切にね読まさせていただいておりますのでね、今回4000人達成させていただいた折にもね、皆様からたくさんのねお祝いのねメッセージいただいてね、Twitter とか Instagram とかね YouTube の動画にもそうなんですけどね、本当にね感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。これからもね前向きに明るくね元気にいい年なんですけどね、ちょっと体に鞭打ってね、これからもね皆様が喜んでいただけるようなブラマニ YouTube のね動画作ってまいりますので、これからもどうか応援の方よろしくお願いいたします。それではね今回ねこちらね登録者数4000人記念のねブラミミ、この辺でね終わりにさせていただきたいと思います。今回ねこちらの可愛いねこんな素敵なイラスト描いてくださったスイカちゃん、本当にありがとうございます。大切にね使わせていただきますのでね、本当にありがとうございました。それではね長々とご視聴いただき本当にありがとうございます。この辺でね今回のブラミミ、終了させていただきたいと思います。はい、それではまた次回の動画やライブ配信でお会いいたしましょう。ブラマニのガークでした。オーバーボアー。もしよろしければチャンネル登録の方も何卒どうかよろしくお願いいたします。